こんにちは、花屋亮馬さん。私ね、過去の自分と今の自分ってあんまり比べないっていうか、あんまり思い出さないんですよね、昔のことね。こうやって YouTube とかやってると昔話をすることがありますけども、あくまでもこのね、情報コンテンツを作るために思い出して引っ張り出してくる程度のものであって、普段はね、そんなにね、深く考えてないんですよ。本当に感覚だけでぼーっと生きてますね。だから、なんですかね、起きてる間っていうのは無遊描写みたいな感じですかね。なんかファンタジーばっかり頭思い描いてます。特に何かに深刻になることはないですし、まあ、そもそも人間関係がないんでね、何も考えなくて済むかなと。昨日もね、朝起きてから動画パパパッと撮ったら、今日一日また長いなみたいな感じなんですよ。まあそれでね、ちょびっと大和くんと遊んだりとかね、で YouTube で映画見たりとかね、昨日はね、イップマンっていうカンフーの映画また見てね、やっぱりね、いいなと思いましたね。自分の肉体の、この躍動をね、限界まで追求していく、いや、いいなと思いましたね。やっぱ私カンフーとか好きなんですよね。格闘技というよりもカンフーです。ボクシングもなかなか好きなんですけども、トリッキーなね、カンフーの動きっていうのがものすごく私はね、魅了してやまないと言いますか、東洋人魂って言いますかね、そういうところを感じちゃいますね。でやっぱり中国の歴史ですかね。中国の、まあ正確に言うと中国ではないんだけども、まあユーラシア大陸のあれですよね、東部ユーラシア大陸ですか。そういう表現難しいんですよね。で中国って最近このまだできたばっかりで100年の歴史もないわけですよ。とりわけその私の認識だと漢民族っていうのがいて、でいろんなね、魏呉蜀とか宋とか唐とかっていろんな国があって、それぞれ別の少数民族の国なわけなんですよ。その中で漢民族っていうのが一時台頭してきて、漢字っていうのを作ったりね、漢っていうね、いわゆる戦士男みたいな代名詞になりましたけども、戦闘意欲が強いのがこの漢民族で、征服した後その小国の言語を抹殺したりとか、民族をこうね、後に残さないように漢民族とどんどん混血していったりとかして、その民族をどんどん広げていったんではないかなと思うんですよね。その中で生まれたのがカンフーとか少林寺みたいな感じで、要するに仏法とか宗教っていうのは支配者が変わっても同じ教えをね、そのまんま未来永劫をつなぎ合わせるために、なんですか、教えを口述でね、伝えていったらしいんですよ。文章だと焚書工事とかで焼かれちゃうんで、で文章だとなんだこれはっておかしな教えを広めるなみたいな感じで証拠になっちゃうんで、全てはね、口伝だったんですよね。口で伝えていく。それこそ聖書っていうのは昔66冊の本をね、編纂して作られたんですけども、あのぶっとい聖書って口述でね、伝えていったらしいんですよ。文字がない時代ですからね。それから印刷技術もないですから、いちいち聖書をね、書き写しできないわけですよ。まあ、ですので全てが口述だったらしいですね。言い伝えで、だからまあ8時間とか10時間をずっと喋ってんのをずっと記憶して、それをまた次の人に喋る伝言ゲームだったらしいんですよ。それをある時、こう編纂っていうかね、なんかこうアレクサンドルスなんとかっていう人がこう文章にまとめて、それが聖書になって活版印刷で世界中に広まったみたいな感じらしいんですけども、同じようにその少林寺っていうのの教えもね、こう宗教の教えも全て口述だったらしいんですよね。で文章にするのって本当一部で、その文章にしたものはあくまでも他の国から、ね、三蔵法師みたいに旅してきて経典が欲しい人に分けたみたいな感じだったらしいですけどね。であと一つは、その少林寺の独立性を守るために少林寺憲法っていうのが発達したとされるんですよ。でそれが、まあ、中国カンフー映画のネタによく使われるんですけども、私が聞いたところによるとね、少林寺憲法っていうのはなんか高知かどっかで生まれたらしいですね。だから全然中国のものじゃなかったってそういうオチもあるぐらいなんで、調べていくと意外な事実をね、目にしたり、その意外な事実が実はフェイクだったりとか、翻弄されっぱなしでございます。まあ、ですんでね、隠居暮らしやめられないですね。もう2点3点するわけですよ。多くの人が守っている常識が違うってことが分かったり、やっぱり常識が正しいことが分かったりね、行ったり来たりするわけですよね。まあ、そういう旅が面白いかなと思っております。でまあ強いて言えばね、私は昔と自分のを比べるってことがあるとすると、40歳が一つの起点になりました。40過ぎてネットビジネス始めてここに来てるわけなんですよね。40過ぎてですよ。だから私はね、中高年のための
ネットビジネス一人で稼ぐっていうカテゴリーになるのかなと思います。実際私のところにご相談いただく方って20代30代の方よりもですね、やっぱり50代以上の方が圧倒的に多いですね。それから女性ですね、50代の女性がすごく多いです。で、50代の女性というとやっぱりもう一回ね、青春を思い出す時期なのかなと思うんですよ。だからこそ副収入が欲しいとか、一人になれる環境が欲しいとか、時間が欲しいとかね、意思が欲しいという形で、来てくれてるのかなと、今のところのね、ご相談ではそういうふうに思ってます。まあ何にしてもね、50代の女性独立意欲がすごく高くて、特に経済的には、うん、まあ半分ね、家計の支えは旦那さんにお任せしたところがあるけども、もう一回自分で勝負してみたいっていうふうに思ってくるのがその年なのかなと。一定の期間子育ても済んで自分なりのミッションも達成したところでね、やっぱり大事業ですよ、子育てっていうのは。そして旦那さんをいわゆるね、育てるっていうのも大事業に感じますね、私はね。その家を作っていくって、実はね、経済的には旦那さんのやってるところがありますけど、その経済をどう分配するかっていう、その財務省的な、総務省的なところっていうのはね、奥さんによるものが大きいかなと思うんですよ。旦那さんはどちらかというと、まあ企業統治者ですよね。稼いできて、お金を入れると、まあ財務省ほどの働きはないんですけども、予算拡大ができないですから。でも奥さんはそれを、まあ財務省ほどではないけども、総務省的にこう分配していって、どのぐらいが教育費に使えるのか、どのぐらいが、まあ、旦那さんのお小遣いなのか、どのぐらいが生活費なのか、どのぐらいが将来の貯蓄とか保険なのかってことをね、割り振っていく、そのセンスがすごいあって、その時にこの収入じゃ足りないってずっと思ってるところに、自分でも働きに行きたいなと。そろそろ子供も手が離れたし、まあ、高校生になったらバイトも始めたんで、私もアルバイトみたいなね、そんな感じになっていくのかなって感じてますよね。ですからね、同じ年代とかちょっと上の年代のいわゆる未来を知ることができるのが、私の今のね、ものすごく有利なポジションじゃないかなと思ってます。ご相談いただくたびにね、多くの方からその相談がそのまんま私の胸に跳ね返ってくるわけなんですよ。俺だったらどうするかなみたいなところですよね。で、それがまた未来の私を作っているのかなと思いますし、ただ40代までの私っていうのはね、39歳までっていうのは、まあそういうこの人との関わりっていうのはなかったかなと思いますよね。常に社長でやってきたんで、仕事上の相談っていうのはあるんですけども、人生や家庭の相談っていうのはね、めったに受けたことがなかったかなと思います。まあその中でもね、39歳まではその結婚生活の相談っていうのは圧倒的に多かったんですけどね、結婚もしてない私に対して。なかなか面白いもんですね。ということでね、今日はね、自分の話をずっとしてみましたけども、そうですね、花涼さんは将来像っていうのをぼんやりとどういうふうに描いてるのかなと。例えば家庭を持って結婚がしてみたいとかね、結婚して家庭を持ってみたいとかね、それとも一人でやっていくんだとかね、いや何も考えてないよ、とりあえず今日のことで一生懸命なんだみたいなね、将来像でもぼんやり考えたことあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ私はなかったですけどね、私はなかったけども、はい、龍馬さんどうみたいな変な質問ですけども、よろしくお願いします。では、いってらっしゃい。